こんにちは、スイス在住元バックパッカーのベンネです。スイスに来て4年目になるんですけれども、結構このスイスの生活費はいくらぐらいなのかというご質問をお受けするんですよね。日本にいた時はもうこの海外移住を目標に節約と貯金に明け暮れていたので、家計簿をつけてね、きっちり管理していたんですけれども、こちらに移住してからは私の在宅ワーク収入以外に主人もこっちで会社員として働いているので、家計を切り詰めたりとか気をつけたりっていう必要がなくなりまして、今気持ちに余裕を持って生活ができるようになったので、何にいくらかかっているのかっていうのを計算しておらず、なんか全てカードで切っていて正確な数字を答えられなかったんですね。でも今回改めて計算してみました。動画の最後では私たちが日本にいた頃の生活費についてもちょっとお伝えしようかなと思いますので、どれぐらいのギャップがあるのかっていうところをご興味がある方はぜひ最後までご覧ください。我が家は私たち夫婦と8歳の息子、6歳の娘の4人家族です。スイスに家族がいるわけでもないので、もう完全に家に出入りするのは私たちのみで、生活費はもう完全私たち4人分になります。私たちが住むここスイスのジュネーブは世界的にも家賃が高いことで知られてまして、 1K40 平方メートルぐらいの築50年のアパートでも月30万円ぐらいはします。そんなジュネーブの相場からすると、私たちが住んでいるここのマンションはもう破格なので、スイスの平均ではないというところだけ先にお伝えしておきますが、まあそうですね、我が家は 3LDK でトイレがね、謎に3つもあります。お風呂があるバスルームとシャワールームもまたこれも別であって、とても住みやすい広さなんですけれども、まずエレベーターとバルコニーがないので、それが家賃が安い理由の一つです。家賃はですね、日本円で1ヶ月46万6185円です。でもこの価格で今の家の広さはもうジュネーブではまず見つけられないので、ジュネーブにいる間は引っ越しはできないなと思っています。次に食費、食費はもう日本食メインなので完全自炊のスイス人よりは高くはなっています。こちらでは日本産のコシヒカリを毎月10キロ買っているんですけれども、10キロで1万2000円ぐらい、値段は日本の3倍します。お米だけでなく調味料とか食材も日本食材店で揃えているんですけれども、醤油が1リットル1500円ぐらいで、みりんとかお酒だと2000円を超えてくるので、もうとにかく高いんですよね。それでもやっぱり日本食が大好きで、もうスイスに来てかなりもう贅沢品になってしまいましたが、もうここは絶対に我慢したくないところなので、日本食材だけは必要なもの、欲しいものをちゃんと買っています。また重いものを階段で持って上がるのがまた大変なので、ネットスーパーもフル活用していて、食費は17万3807円。我が家では誰もお酒を飲まないので、食費は完全に自炊するご飯とおやつのみですね。光熱費はとりわけ今電気代が上がっている日本と比べるとかなり安いと思います。冬はビル全体が床暖房で温められていて、すごく暖かいんですが、夏は逆に冷房がありません。乾燥しているので日本のように蒸し暑くはなく、全然冷房なしでも過ごせるんですけれども、ご覧の通りですね、我が家は窓が大きいので、もうシャッターを使って日よけをしないと夏はもう家の温度がとんでもないことになります。電気代は1877円でしたが、水道代は家賃に含まれているので0円ですね。ヨーロッパでも他の国では電気代が異常に上がっている国もたくさんあり、その点まだスイスは住みやすいですね。通信費はインターネット代や電話代です。我が家の通信費は2201円。バスで30分で行けるフランスでも海外になるので、旅行やお出かけで海外ローミングをする機会の多い我が家では、フランスで契約している海外用の SIM カードと使い分けるようにしています。フランスはね、安いですし、フランスだけでなくてその SIM カード1枚で多くの国でこうネットとか電話が無料でできるので、かなり助かっていますね。そして定期代が13674円。これはもう年間で支払っているので月に割った金額なんですが、これでジュネーブ市内のトラムとか電車バスは乗り放題ですし、スイス国内だったら電車とかケーブルカーなど多くが半額で利用することができます。我が家は車を持っていませんので、車の保険代、駐車場代、ガソリン代がかかりませんし、その分かなり浮いていますね。家賃の次に大きいのが保険代です。
家族4人で月21万7553円。スイスでは平均して世帯収入の1割が保険に支出すると言われています。でもこれを支払っているからといって医療費が無料になるわけではなく、子供は1割負担で、大人は月4万6555円までは自己負担なので、もうスイスではですね、医療費が膨大です。ただ低所得者などはもう保険代は保証されたりするため、この限りではありません。次に子供たちの習い事です。スイスの一般の習い事はとても安くて、どんな子供でも習い事へのハードルは高くありません。習い事の内容で値段が大きく変わるということもないですね。ただ我が家の子供たちは週1回日本語補習校に通っているため、この補習校の学費が他と比べるとかなり大きく、この習い事にかかる月額6万4333円のうち5万6563円が日本語補習校です。家のすぐ近くにあるサッカークラブは週に2回、1時間半のトレーニングとか試合、ユニフォームなどはもう全て全支給で、かかるお金は年間12,414円、つまり一月1000円ぐらいです。試合のたびに別途徴収などもないので親は大変助かりますね。あとは給食費が4万6618円です。これは必須ではなくて、スイスの子供たちは基本お昼はお家に帰ってきてご飯を食べます。お昼休みは2時間あって、だいたい学校はもう家から徒歩5分圏内なので、もう家にご飯食べるに帰る生徒も多いんですけれども、親が働いている家庭の子供たちはそのまま学校に残ります。学校ではこの2時間の間給食を提供し、専任の先生たちが一緒に遊んだりアクティビティを企画したりしてくれるので、この給食費には2時間の保育代も入ってますね。我が家ではフル料金を払っているんですが、これも世帯収入が低い家庭ではもうとても安い価格で学校に預けることが可能です。ここまでの価格の合計が101万3248円で、もう最低生活費だけで100万円を超えてしまいました。外食をしてしまえば1回で2万円ぐらいは行きますし、日本の吉野家のように気軽に行ってワンコインでささっと食事を済ませるというような場所は存在しません。マクドナルドですら家族で行くと8000円ぐらい行きますね。すっかりこんなスイスの物価にも慣れてしまったんですけれども、日本では予算を決めて生活をしていたので、とにかくお金をかけずに節約生活をしていました。今と同じ 3LDK に住んでいましたが、東京だったので家賃は13万円ぐらいでした。生活費は食費と雑費を合わせて月6万円と決めていたので、かなり切り詰めていましたね。私も主人もお酒は家では飲まず、タバコも吸わないので、それも節約できた、大きなポイントかなと思います。光熱費は月によって大きな差がありましたし、水道代、光熱費と合わせて平均すると、今より月5000円から1万円ぐらいは安かったかもしれませんが、家賃とか食費と比べるとそこまで大きな差はないですね。でもそんな生活をしながら海外移住費として1000万円を貯蓄したんです。かかるお金はしっかりと切り詰めながら、在宅物販を始めてからは利益をほとんど貯金に回していました。生活費は主人の収入内で納めていたので、毎月30万円以上を貯金できるようになると、もう思った以上に早く夢が現実味を帯びてきたんですね。海外移住するために物販の作業を完全外注化してからは物販利益が70万円を超えてきて、で移住費も早く貯めることができました。そしてここに移住してからは物販作業がもう一切ない状態で仕事が回るようになったため、このように YouTube を始めたり、投資を学んだり、物販も輸入ビジネスに挑戦したりとビジネスの幅を広げました。今の月収は最低でも月100万円、多い時は200万円を大きく超えることもあります。それでも私一人の収入ではさすがにスイス生活はもうギリギリなので、今旅行とかレジャーをこうやって好きなだけ楽しめるのはもう主人と共働きだからなんですね。スイスはすごくいい国なんですが、もう一人だけの収入で家族移住するとなると、もう相当な稼ぎが必要になってしまいます。海外にはタックスヘイブンなどの税金がほとんどかからない国や、物価が日本よりもはるかに安い国も多いですし、同じ金額でも生活水準は住む国によって大きく変わります。海外移住を考えておられる方は収入と生活費のバランスを考えて移住先を選ばれるといいかもしれませんね。
私の公式 LINE では私が海外移住費を貯めた在宅ワークに関する有益な情報を無料で配信しております。私が取り組んでいる物販は完全外注化が可能な物販なので、将来海外移住したいと考えておられる方にもおすすめですし、移住までは考えていないという方でも場所とか時間にとらわれず旅行も自由な働き方ができます。ご興味がおありの方はこちらからお気軽に友達登録してみてくださいね。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。